さあ、疲れたな、なんか本当に今日は。ああ、明日もかっこいいけど。はい、パテモス協会でございます。ただいま9時25分、4時半か5時ぐらいに帰ってきま来たんですけど、もうくたびれ切ってる学校で今日は、もうね、何もする記憶は起きませんでした。いろいろゲームもしたかったりとか思ったんですけどね。で、今日はとりあえずビール、お疲れビールさせてください。明日も学校ですけど、とりあえず今日のお疲れビールを。歯が痛いんですよ、とりあえず 奥歯が。で、お疲れビール、乾杯。あ、うまっ。そうめん、三輪そうめん、蓋は、まあ、ちょっと水入ってるんですけどね。タレはそうみで、見えるかな、見えないな、アングル的に。これあの肝煮です。はい、鶏の肝煮かな。で、竹天だけ醤油にしようかな。あとは醤油、塩でいいかな。はい、竹天、鶏天、エビのあれ、かき揚げで、肝煮のカツオのたたき。本当はね、これね、そばあると思ったんですよ。そばが残ってると思ったんで、俺そば食べたいんやけど、そば、あ、もう、あ、家にあるし、茹でて、茹でようって思ったからね、なかったもそうめんした。どうしても今日そばで一杯やりたかったんやけどな。まあ、それはもうないもん仕方がないから。というわけで、いただきます。とりあえず、イカ天で行かさせてもらいます。うん、歯が痛くて台無し。痛い。今日の吉野家食ってるぐらいからね、違和感あったんですけどね、朝のね。昔は V 社にね、えらい目にあって、2年間も痛くなっては行って見てもらったのに、歯周病と言われてたやつが、ほんまも根っこが産んでて炎症を起こしてて、骨までザフロぐらいに根元が腐っちゃっててね、違う歯医者行ったら、もうとりあえず抜きましょうってなって。だけど半分は根っこが生きてるんで、半分歯だけの半分だけ残しましょうって言って、1本のこの歯を半分に割って、半分腐ってる方の根元だけ抜いたんですよ。だから1本の歯の半分が残ってるね、ここに。これがね、やっぱね、ちっちゃい歯やし、根が1個やからね、圧力に負けるんですよ、こう噛んでる。で、根元が炎症を起こしていてるっていうね、そういうこと。抜いたらよかったら、もう抜いちゃおうかな、奥歯。もうインプラントが入れればしかないんですよ、これ、歯にしようと思ったら。直せないって言われたんで。あ、ほんまうまい。ただ、そうめんですら噛むのが痛い。あの、ジャブ医者のせいでさ、ジャブの歯医者のおかげで奥歯一本失ったわ。うん、ゆくゆくは歯が痛いし、いよいよ欠損してる歯は僕ないんですよ。あ、一本だけやったな。それはだけど、歯並びが悪くて欠損してるんだね、それは。歯並びが奥の歯の一本が歯並びが悪くて、一本だけ歯がちょっと飛び出ているか入っ込んだみたいな状態になってたから、それ抜いてブリッジにしてたので、それを抜けば、こう、欠損してる歯はなかったんですよ、親知らず以外。だからもう、これはもう、取ろう。抜いてもらおう。奥歯なくなるわ、一本。一番奥やけど、一番奥やからまだダメなんですよ、これ。習慣やったらブリッジでなんとかなるけど、一番奥やからさ、反対側支えるもんがないからさ。ほんでね、歯医者はね、当たり外れ大きいから、
ダメだなと思ったら見切りつけに違う歯医者行った方が絶対いい。今の歯医者はね、恵まれてると思う、うん、今年から変えたんですけど、そこからやめてセカンドオピニオンで行った歯医者は予約がもう取れないから1ヶ月はまた早いから行くのをやめた、うん、まあそこの歯医者でも良かったんですけど、たまたま様子見場所で帰った日は大丈夫やったけど、次の日めちゃめちゃ痛なってんけど、土曜日やって休診日やったから休みの日やったから行けなかったんですよ。でどうも我慢できなかった、違う歯医者行ったらそこの歯医者が今回良かったから、そこの歯医者が良かったからもうそこの歯医者になっちゃったっていうだけの意味で、うん、でも当たりの歯医者でした。痛いわ、奥歯が痛い。虫歯ではないと思う、うん、虫歯ではないと思うのよ、はあ、歯が痛いって飯の楽しみがね半減どころじゃなく下がるわ。それこそね、シューカー言うてね、こんな前負けっかって噛めないもんね、痛いのよ、歯が痛い分には、うん、反対の歯で噛んであってやっぱある程度噛み合わせしてやから、こっちの歯も一応噛み合わせやん、こっちだけうまくこっちの歯をくっつけずにこっちの歯だけこういうふうに噛むことできへんや歯って絶対まあどう見よう、俺の顔が歪みようがもう歯はこうしかならへんからさ、こういうふうにしかならへんよ、全部の歯がこっちで噛みたいな、こっちがぶつかるか、やんやっちゃうよ。でも明日学校やしさ、学校帰りに飛び込みで行ってこうかな、また早くもええし、嫌になっちゃうわ。学校とかやな、午前中休んで歯医者行くっていう点もあると思うけど、その分歩行になったら嫌やしさ、こんなんいろいろ考えたらね、明日歯医者行けない、明日も多分くったくたで帰ってくると思うよな、明日も来週も。今日の感じからして、もう卒業なんすよ、ほんまに。授業自体も今月いっぱいで終わりなんで、あと3回学校行ったらあと卒業式だけなんですよ。ただ歯が痛い、ただただ歯が痛い、もう嫌だ。ロキソニンでも飲むか、あるんですよ。酒飲んでると飲んだらあかんねんけどな、まだ。何錠のやつ、これプレミアムやから普通より多くて眠くなるって言われたな、そういや。1日2錠、2回まで1回2錠。これ多めに飲んでの普通のやつよりは1個多めに、ええやつらしいから、ただ眠たくなる、うわー眠たくなるのか。歯の痛みもいくでしょ、多分大体こういうのは何でも効く思ってんやろ、ロキソニン自体はな、うん、ただこれは私は特殊な訓練を受けてますから、こういう時に飲みますけど、普通の人はちゃんと使い方とかね、ちゃんと
読んで適切に使ってくださいね、うん、適切に使ってください。もう私はもうあの専門家 の管理のもとやってますから、見えこう見えて、歯が痛いのが嫌だ。このようやくこのほっと一息、うん、まだ痛いわ、もう歯が痛いって本当どうしようもないよね。ただ腹は減ってくからさ、食わないと。そうめんでも痛いもん。泣けるわ。せちがらいわ世の中。というわけでね、もう弱音を吐き続けたら10分以上です。11分でしたけど。今からスタインズゲート見て。今日はちょっとこんなテンションなんで、コメント返しは今日しません、うん、ちょっとまあ気分がいい時にね、うん、ノリがいい時にやろうかなと思ってます。じゃあ後ほどどうなってるか、ロキソニン効いてるかどうか確かめてください。後ほど。例えば9時36分でございます。じゃあ寝ちゃってたな、12時過ぎた。はあ、ああ寝よう。ロキソニンも効いてるし、ロキソニンの眠気なんかもしれんけど、痛くはあんまない。違和感はありますけどね、奥歯ね。明日もさ、は授業中寝てまいそうやけど、ロキソニン飲んでいこうか。一応持っていっとこう。もうね、くたびれております。というわけで歯磨きしても今日は寝ます。あ、カヌカもね3本こういうのもかかりました。でこれも新しいのところにあのストック、カヌカはこれであそこに2本ありますんで5本ストックしております。またレモンサワーをね、元気いっぱい飲める時にでも、またコメント返ししたいと思います。とにかく明日はまた早起きして、学校行く前に朝ごはんでも食べれたらいいかななんてね、思っております。というわけで、まあ今日は手耳短な、はい、酒動画でございましたが、まあ、一通り全部食べました。肝だけ置いてるんですよね。明日食べよう。ほとんど食べられなかった。で、今売ってる、これをまた買ってて、ルマンドのマロンクリームは美味しいでございます。はい、というわけで皆様良い週末をお送りした後なんで、しっかり頑張ってくださいね。お盆休み明けね。私は明日も学校行ってきます。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。明日は歯が痛くなければいいな、うん、じゃあね。